はいどうもこんにちは、ダニエルです。今日はですね、コロナ後も厳しい安易な就職 NG な業界3選をダニエルが解説っていうところで、絶対に就職もしくは転職してはいけない業界をちょっと取り扱ってみたいと思います。今日のざっくり3ポイントです。1、コロナ後の業界推移。2、就職 NG な業種3選。3、業界選びのポイントっていうところで送っていきたいと思います。その他ですね、このチャンネルでは就職、新卒の就職、転職などのですね、いろいろな情報をですねアップしているので、ぜひ今のうちにチャンネル登録をされるといいかなと思います。早速ですね、コロナ後の業界推移っていうところを見てみたいと思います。はい、これはですね、とあるデータ持ってきてるんですけども、コロナ後で、まあ、業界的な全体的な業績が落ちているっていうスコアがですね出てるんですけども、それを紹介したいと思います。まずコロナ後で減益してる業種ですね、はい、1位観光宿泊業、2位外食、3位百貨店、4位自動車、5位自動車部品っていうところですね。まあコロナ期間っていうのはですね、今結構回復傾向にあるんですけども、なかなか客足っていうのは戻ってないっていうところにあるんですね。例えば観光、宿泊、外食、百貨店っていうところは本当にですね、軒並みですね、もう昨対比もう9割減みたいなところとも結構あってですね、やっぱりですね、この減益っていうところはめちゃめちゃありますと。逆に増益してるっていうところもあります。はい。1位 e コマース、2位医療用器具、医療関連サービス、3位製薬臨床試験、4位ドラッグストア薬局、5位スーパーコンビニっていうところですね。1位、まあ僕がもともといた楽天とかヤフーとか、いろんなですね、e コマースの業界、例えばベースとかそういったプラットフォームもですね、だいたい 1.5 倍増しぐらいで今増益してるんですね。全体の流通の総額がリアルで人が物を買わなくなった分、そっちに動いてますと。はい。で、2位、医療用器具、医療関連サービスだとするとですね、やっぱり予防とかそういった関連のコロナ系とかのですね、医療の器具とか関連サービス、まあ製薬臨床に関しても、まあいろんなですね、マスクとか医薬品とか予防とか売れてるので、やっぱ業績的にもいいです。で、ドラッグストア、薬局、スーパー、コンビニっていうところも、やっぱりですね、まあ近場っていうところなので、人が巣ごもり消費でも買いやすいっていうところがありますと。はい。あとはですね、そういった予防品みたいなところも結構売れてるっていうところがありますと。はい。じゃあですね、こういったコロナ後の業界推移っていうのを見てるんですけども、じゃあ就職すべきか転職すべきかっていうところを見たときにですね、じゃあこういった観光とか宿泊とか飲食とか百貨店系、現役してる業界には就職すべきではないのかと思いがちなんですけども、まあ安易なですね、一時的な業績の低下で、まあ、就職するかしないかっていうのを決めるんではなくて、あくまでその業界のうちの該当する企業、行きたい企業が取っている将来性を優先して就職もしくは転職しましょうっていうところですね。例えばですね、まあ観光とか宿泊とか飲食に関してもオンラインとかそっちの方にいち早く移行しているっていうところがですね、かなり有望というか、これからむしろ伸びしろがあるっていうところなんですね。ただそうは言ってもこういったコロナ禍でなかなか踏み切れない業種だったり、まだリアルの店舗オンラインに特化してしまうような業界はまあやめといた方がいいよっていうところですね。ということで、じゃあ NG な業種3選はどこっていうところで見ていきたいと思います。はい。1、こちら飲食業界、店舗のみっていうところですね。まあ飲食業界はですね、まあ何かというとですね、まあコロナ後でですね、ここからまあ1年2年ぐらいはですね、なかなか業績、客足っていうのもこう戻ってこないっていうところがありますと。で、この期間に減収してるので、この新規の投資とかもしにくくなるんですね。新規の案件を仕掛けるとか、何をしに仕掛けるかって。なので、先ほど言ったみたいにですね、オンラインとか新しい今回のコロナ禍の対策をしているところはいいんですけども、まあ飲食で、まあ店舗のみを引き続きやってるみたいなところはですね、結構 NG です。はい。じゃあ二つ目どういうのかっていうとですね、イベント業界、まあオンラインなしっていうところなんですけども、先ほども言ったみたいにですね、イベント系もですね、結構ですね、まあコンサートとかライブとかいろんなものもそうなんですけども、イベント系もこう、かなりもうほぼゼロ状態になりましたと、コロナ後で。で、じゃあイベント業界系、まあ単純に就職をすべきではないのかっていうとですね、こういったコロナ禍において、例えばオンライン移行とか今だったらですね、結構オンラインでのライブ配信とかで、かなり数億円とか売り上げてるライブとかもあるんですよね。そういったですね、まあコロナ後の対策をしてるかどうかみたいなところで見極めていただいて、まあしてないみたいなところだと結構 NG ですと、今後もやばいですと、コロナ後に、まあまた大型のウイルスとかそういったものがですね起きやすくなってる現代なんで、そういったものがあった時にまた揺れてしまうっていうところがあるので、そういったオンラインなり何かしらの対策をしてるかっていうところに注目しましょうと。
はい、じゃあ就職 NG の業種参戦っていうところの最後なんですけども、こちらですね、店舗型小売ビジネスっていうところですね。例えばですね、まあ、百貨店とかそういった町の商店街的なところとか小さなスーパーとかもそうなんですけども、まあスーパーに関してはですね、コロナ禍で売り上げが上がったみたいなところもあるんですけども、店舗型に特化した小売りのビジネスですね、いろんな物販とかこういう食品とかもそうなんですけども、店舗ありきの小売りビジネスしかやっていない業界は結構 NG ですと。はい、もちろん EC とかオンラインに移行しているところはですね、まだまだ可能性あるんですけども、今この状況下においても EC を始めていない店舗型の小売ビジネスの業界があったら、そこはですね、かなり将来的に結構厳しいかなと思うんで、NG っていうところです。はい。ということで、3つ、飲食業界、イベント業界、店舗型小売ビジネスっていうところを見てきたんですけども、まあ、あくまでですね、こちら全体での傾向ですね、今減収してる、減益しているっていうところの全体での傾向っていうところなので、あくまでですね、自分の意思があるなら全然飛び込んで見ていいと思います。はい、自分がこう飲食業界とか店舗型の小売ビジネスとかイベントとかをこう変えていくんだみたいなところのですね、明確な意思がある場合はお勧めしますと。はい、じゃあ最後ですね、業界選びのポイントっていうところですね。じゃあ新卒で就活している、もしくはですね、これから転職しようかなみたいな考えてる時にですね、どうしたらいいのかっていうところなんですけども、まあ自分の5年先を見据えて就活転職するといいかなというところです。はい、なぜかというとですね、結構人ってまあ5年が限界だったりするんですね。10年後20年後の自分っていうのを見据えてなかなか計画通りになる人はいないです。はい、なので自分がまず転職したいのか、起業したいのか、長期でそこの会社で働いて昇進していきたいのかっていうのを考えて、その上でまあ5年ですね、10年ってなるとですね、結構長期なので、5年のスパンでどうなりたいかみたいなところと意思を含めてですね、業界を選んでいくと良いのかなと思います。ということで今日はですね、コロナ後の業界推移、就職 NG な業種参戦、業界レベルのポイントっていうところでお伝えしていきました。もしよろしければチャンネル登録をお願いします。今日もありがとうございました。